さんこんにちは、コーチの吉崎です。今日はインステップキックを行いたいと思います。ここでデモンストレーションとして今日は元井コーチにお願いしたいと思います。元井コーチ、皆さんこんにちは、インステップコーチの元井です。今日は一緒に頑張りましょう。インステップキックはロングボールやミドルシュートなどサッカーでは様々な場面で使います。一つ目のポイントは軸足を踏み込む場所です。軸足はボールの真横かつ近すぎず遠すぎず蹴りやすい場所に踏み込んでください。2つ目のポイントは軸足の膝を柔らかく使いましょう。膝を柔らかく使うことで重心を安定させキックのパワーにつながります。3つ目のポイントはボールを蹴るインパクトの時しっかりと足首を固定しましょう。4つ目はキックの瞬間に軸足側の腕を振り下ろし体の反動をうまく利用しましょう。最後5つ目のポイントはフォロースルーです。ボールをミートした後蹴り足をしっかり振り抜きましょう。取り組んでください。頑張ってください。